やって背中、足緩めると背中ほらさっき触った力で触るとほら、ああ本当だ、痛み減ってるでしょ。減ってます。なんで硬いけどねまだね。なんでって言ったらやっぱ足の疲れが上に背中に上がってきてたからなんですね。あ、ほんまや、だいぶマシでしょ。始めたいって言ってたのに足、あ、マジかな。もうちょっと下行きましょうか。もうちょっと下、はい。でね、まだね、押さえてみたらやっぱまだ硬いところは残ってるので、うん、まあ、その辺をね、今からしっかりね、指で緩めていきますよ。こんな感じで。あー、痛いこれ。耐えるのかな。で、この強さっていうのはふくらはぎの2倍ぐらいの強さで入れてるんですね。で、この強さでふくらはぎをしちゃうとみんな耐えられないので。しんどいはずですね。痛い。いいよ、言葉にならない。はい、だよ。いや、痛い。関係のストレスとか、左側、あー、そうなの、思い当たる人がいれば、その人、あー、もういろいろ、イエーイ、あいつのせいか、あいつのせい、わかんないけど、大丈夫ではない。大丈夫ではない。大丈夫ではない。Oh!
ちゃんと作ってますよ。性格向きだけど、たまにいい。ああ、すみません。伸ばしてきたのに、ああもう。